眠。おはよう、おはようございます。目が眠そう。声がダメだ。今日は一番眠い、なんか今までのイベント期間の朝配信でやばい。もうちゃんと切れた。大きめのメガネ似合う？やばい。顔むくんでね。むくむよ朝は。え、本当にやばい。30分今日は長く感じそう。やば。いやさあ、おはよう、おはようございます。ひろくん、靴下くま、ありがとうございます。顔マッサージ配信絶対ね、顔変なんなるもん。ここしかできん。喋れない、全然。いや、今日で最後だね。そう、早いな。結構度が入ってるね。入ってる。そう、すごいよねこの差。最終日あっという間、あっという間かな。え、どうなんだろう。なんだかんだ早い1週間ね。全然起きない。今日でしばらくメガネ配信見れなくなるかな。見れないですね、当分。もうダメ、メガネはダメ。朝配信も本当にほぼほぼないからな。メガネはダメ。はい、ハッピーさんは爆睡中？起きてます。ハッピーさんのいびきは聞こえない。え、息の音はする。向こうにいる。大阪なんで行くの？さあ、おはよう。と、おはよう。メガネ好きなのに。同じ方何もいる。髪セットしながら見てる。は、早いなやっぱみんな。え、今日土曜日だよね。まさか毎日ちゃんと捨て干しできると思わなかった。え、すごい、ありがとうございます。捨て干しだと5時とか5時半だよね。みやくん、靴下くま、ん、読めない。熱帯、熱帯夜、熱帯夜さん、なんだっけ、小判、ありがとうございます。たくさんスクショしておこう。やだー。やだー。まあもう動画に残っちゃうからもう何も言えないけどね、本当に。うわー、うおー、メガネやー、助けて。あ、6時15分か。ハビタ、お顔見せて。今日もハッピーな、ハッピーに起こされました。来てくれた。ハッピーが来ればもう大丈夫だ。でもあと
23分まで4分おはよう。食べた食べた、おはよう。ハッピーおはようだって。かわいいね。さあ新曲聞いた？聞いてないんですよ。昨日っていうか今日の夜中2時くらいだったよね。なんか初オンエア楽しみ。聞くの私もまだ聞いたことないんですよ。皆さん聞きました？どうだった？どうだった？いいんじゃない？聞いた？地元りハッピーさんおとなしいね。そうおとなしい。あとは寒いみたい。ご飯も食べたし、あとはあと寝るだけ。みんまだ聞いてない。聞いた？私は好き。早く聞きたい。スーさん、クリスマスプレゼントグラスチハートありがとうございます。ハッピーの鼻詰まり治らないね。そう、簡単に治らないんですよ。病院行って薬ももらって飲ませてたけど治らない。もうどうすればいいか分かんない。もう祈ってるしかないねえ。ハッピー先輩ハッピーと一緒に私は寝る。かわいい。もう眠たそうやな。あかりんセンターの曲って感じ。じゃあザ・アイドルみたいな王道な曲。同じように二度寝した尻尾。先週早く聞きたいな。何で聞けるんだろう。調べたら出てくるかな。あ、SNS よりもう動画サイトに載ってそう。位置が高い。尻尾初めて見た？茶色いんですよ。鼻、耳、茶色。かわいい。ハッピーさんの鈴？ひよこ。見えない。ひよこ。鈴とひよこ。ハッピー尻尾もかわいいって。かわいい。あ、ラジコで聞けるの？ラジコは撮ってある。にじゃないよとか、ラジカルでないと聞くために。撮った。あ、じゃあ聞けるの？タイムリーで、あ、じゃあ平気だ。やったね、ハッピー。そう、ひよこひよこ、お仕事行ってきます。ありがとうございます。頑張ってください。ボロックスさん、靴下クマありがとうございます。ハッピーさん、鈴嫌がらない？何にも嫌がってないっていうか、ついてるの分かってなさそう。今日本当におとなしいね。多分眠いんだろうな、本当に。ありがとう。ごめんね。パパマルさん、タコ。ヤーくん、かわいい。ありがとうございます。そう、ハッピー分かってない。かゆ。満腹そうな顔してる。だんだんみんなハッピーの
今の表情どういう気持ちなのか分かってきてる。この時間この期間でさらにさらに好きだった。なんでこんな顔配信してるけど離れるかと思った。みちろさん、くずしたくま、ナイスチューブ、ありがとうございます。ねえ、しまかぜ丸さん、かわいい、ありがとうございます。それがいい。顔むくみ配信本当にやばい。でもね、メガネしてるから余計にそう見えるのかもしれない。メガネって人をマイナスに見せる効果がある。本当にある。私には本当にやばい。あと17分、やばいぞ。やべやばい。野脇さんのように朝強くなるよ朝配信。いや朝配信はねちょっとな、朝が弱いわけじゃないんですよ。かわいいハッピー。寒いの？え、長い髪似合う。スクショいっぱい。嘘やん、やだ。ハッピーとの映ってる画面はまだいいよ。のりこづちハート、ありがとうございます。おはようございます。へえ、9時に父、え、早っ。え、お父さん早起きるの？4時に大富豪やってるの？へえ、早っ。仕事の合間にねやっとる。おはよう、おはよう。あ、そうだ、応援してます、頑張って、ありがとうございます。そう、大富豪のイベントありますよね、これから。ケイパパさん、かわいい。チェンレンさん、ハートたくさん、ありがとうございます。ありますよね、あれ。なんか昨日コメントで来てたな、読めなかった気がする。そう、ハワイ対決、そう、あれね、いいなと思ったけど絶対無理だと思ったから立候補はしません。しません。ただ大富豪は楽しんで遊ぶけど。でもジェリナさんがやりますよね、もう決まりだ。ジェリナさん応援する。了解です、ありがとうございます。そう、トモさん、靴下クマ、ありがとうございます。最近毎日メルネシー頑張ってるから、え、思った、たくさん最近来る他の方も嬉しいの。嬉しいの、配信見るのが楽しみ。昨日の夜初ときめきしました。キャさんの、え、いいなー、いいなー。立候補制、うん、そう、立候補してファンの方に言うっていう、そう、また違う、もう次のイベントは何だろう、なんか不安だよね、もう怖くなってきた。不安になってくるイベント、もう次はパッションフォーユーがいいな。パッションフォーユーレベル上げないと。またねえ、立候補の締め切りいつなの？え、わかんない、メール来ないと。パスポートは持ってるの？持ってます。そう、 SK に入ってからまたお父さんが取ってくれた。なんかあるように。5時間と終わった、ありがとうございます。昨日からモバメ取り始めて、嬉しい、たくさん送ろう。
あ、地獄だった。今日で今日で何日？257。早いね。今度はすいやハッピーが膝に乗ってきた。かわいい。寒いの？ハッピーが下に膝に乗ってきた。あ、見えないね。やめよう。変なの映りそう。ともさん、ハト。ありがとうございます。おはよう、おはよう。メガネジュース、そう。黒い服着てるから光飛びであんま見えないな。なあ。イベントに次々挑戦するとこ。めっちゃ尊敬します。そう。でもなんか、さすがに、いいイベントに挑戦しすぎないって思われそうで最近怖いんですよ。まあ、挑戦することに意味があるとは言うけど、研究生の立場もちょっとは考えて参加しないと。声が低くなってきた。やだ、やばいね。ね、そうだな。まあでもショールームのイベントは結果が残せなくても新しい島民になれなる方が増えるからやってそうは何もないかな。ね、声低くなってる。やばやだよ。いろいろ挑戦するの大事。挑戦することいいと思うけど、そうなんだよな。直感で決めていいと思う考え。あー、確かに。フォロワーめっちゃ増えた。そう、増えました、ポップティーンから。でもイベントが終わると減るんですよ。星集めとか星投げ用にフォローしてくださる方がいるけど、本当にイベントが終わったら減るんですよ。お腹鳴った。お腹鳴った。マイバストさん、ハート77ファイト、ありがとうございますね。今のはさすがに聞こえた。でかかった。お腹すいたけど配信終わったら寝るから食べずに寝る。え、イヤホン。やだ、結果一人で増えたら勝ち。あー、まあそうだね。でもなんか女性の方が増えた気がする。え、それはまた嬉しい。おはようございます、おはようございます。もうダメだ、もれん。またお腹鳴りそう。あー、鳴りそう。あー、もうやだよ。配信前に食べようとしたけどやめたの。え、すっごい鳴るじゃん。え、鳴るね。もうやだ、ハッピー助けてよ。もうねえ、やだ、水と薬しか飲んでないよ。食べればいいのに。いや、食べる配信はあんまりしたくないんですよ。またなりそうだよ。でもこうやってお腹空いてるって言ってるからまたなるんだろうな。やだよ。ミヤくん、ハートありがとうございます。やだ、おー、なっちゃうよ。どうすればならないの、お腹って。学生の頃ならないように必死になんかいろいろ試したけど絶対無理だったな。
やだー、めっちゃなる。ミヤくん、タコありがとうございます。食べるしかない、どうやってもなっちゃう。そうなんだよ、水そう飲んでる。もう足りないのかな。プププラさん、靴下クマ、ミヤコンプありがとうございます。もう諦める、なってもノーリアクション。え、でも絶対コメントくるんですよ、今なった今なった。人間味あってなりそうになったら、え、でも今もうなった時に笑ったりなんか変に喋ったりしてるけど聞こえてるみたいだね。悲しい。すごい光るじゃん。え、光るね。あ、ハッピーさんのせいにすれば、え、さすがにお腹の音ってねバレちゃう。イヤホンマイク、やだ。イヤホンマイクにするとあれじゃない、いろんな音が聞こえそう。ここにあるってことだよね。水飲む音とか聞こえそう。トモさん、チェルさん、ハートたくさんありがとうございます。確かに西さんイヤホン配信してる、かわいい。なんでもかわいい。ズビッチ、靴下クマ、トキさん、クリスマスプレゼント、シンサクさん、バラありがとうございます。あ、でもさっきよりお腹平気になってきた。あと6分だからいける。いける。これが1時間配信だったらちょっと死んでたかもしれん、お腹。最終投稿15分完了、ありがとうございます。朝配信も見納めか。そう、朝配信は今日で終わりです。皆さんありがとうございました。捨て星のね関係もあり、皆さん私くらいに早起きだった、それ以上かもしれないけど、油断したところでも今度朝配信いつかな、いつだろう、もうほぼほぼない。夜できなかったらお昼だからな、配信するの。健康になったね。確かにそう、次はね9期の中ではこのイベント参加するの、川島なんですよ。次は川島の応援を皆さんよかったらお願いします。私も応援する。川島の年齢の枠もさ、あれだよな、なんか激戦区って言われてる気がする、私のこの枠もだけどねー。川島ほぼ寝坊しました、大丈夫です。そう。え、でも私もゆずぼさんのを応援します。ゆずぼさん見たいですもん。あ、激戦区どころじゃない、そんなに。もう一回見てみよう。この枠はメンバー強すぎた。うん、なんかどんどん増えてったからびっくりした。SK からみはる一人、次川島とゆずぽさん。でもね、最初スタートダッシュできなかったけど8位から今は6位まで上がることができたかが、それだけでも本当に嬉しいね。閲覧者数も徐々に増えてきてたし、さあ検討してる本当。ねえ、握手会会場からスタートしたのが、確かに握手終わりすぐやってた。そうそうそう、ちゃんと
許可を取って。かわいいハッピーダッシュ配信本当にした。ダッシュしたし、どこで配信するかずっと悩んで、ちょっと時間が遅れた気がする。みずちかわいい、ありがとうございます。あと4分だ。それ昨日のことのようにそう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 、チャイナ服配信だったな。トキさんかわいい、ありがとうございます。衣装部屋ではなかった。スタッフさんがいる前でやってた目の前に座ってた、私の配信を見ていたで応援してくださってた。でも嬉しかった。リクポンさんファイト、ありがとうございます。ハッピーさんの力もありますね。そうなの、まさかの。でもお見送りなんか、違う、あれ過ぎてないのか。そう反応したかったけど、イベントイベントとか思っちゃって手は振ったかなそうでもね、そう。島風丸さんハートたくさんありがとうございますハッピーさん少し眠そう、多分だいぶ眠いと思う今かわいいかわいいかわいい、もう目つぶる直前くらいかわいい、好き。起こしたの、いや私の膝に乗っててどっか移動しようとしたから抱っこしました、最後にへえ、そうカエニャもねちょっと出てくれたし協力してくれて嬉しい。そうラブリンさんもいた。よし、あと2分しかない。ハッピーかわいい手に捕まってるのがけなげ。そうなの、これ本当にかわいい。ハッピータンハッピータンありがとう、おやすみよし、ランキング読みます。38位新作、13位ミヤ、12位ヒロくん、11位イナッチくん、10位ケイパパ、9位シマカゼマル、8位チェンレン、7位トモオッチ、6位ナナシ、5位情けのしょうもなか、4位ミズティ、3位むつみ、2位トモ、1位プンプン村。皆さん星投げカウントギフト、びっくりした。朝から配信ありがとうございました。あと1分あるはず、うん、よしお疲れ、ありがとうございます。スクショします。イヤホンの方ごめんなさい、眼鏡覚えておきました、ありがとうございますメール待ってるわ、送ります。よし、お休みの方はゆっくりしてください。仕事学校の方頑張ってくださいバイバイ、ありがとうございました。メガネは終わり終わり